休憩前に引き続き会議を開きます。次に子ども課長。子ども課長、はい、すいません、ちょっと一件、訂正よろしくお願いします。171ページの、高野議員からの質問で、乳幼児医療の件なんですけども、乳幼児医療で、所得制限をなくした場合、約200万円の市の負担等で、健費負担が2分の1つきますので、実質100万円の、市負担増になるという、答弁をさせていただきましたけども、所得制限をなくした場合については、健費補助の2分の1がつきませんので、実質200万円すべて市の負担となります。よろしくお願いいたします。よろしいですか。はい、それでは次に7巻商工費234ページから249ページまで質疑ありませんか。堀内委員。はい、先ほどどうもありがとうございました。ブランド推進室室長に教えていただいたページが243ページですね。ブランド推進室の、ゼロ給料費ですね。これは、去年の去年平成27年8年は、前のブランド推進室長ということになろうかと。で29年から、現、室長がおられるんで、室長以外の方がしっかり答弁していただければいいと思うんですけどもまず、特別旅費云々がどうやっていうのを去年確か言ったと思います。で普通旅費と特別旅費の、色分けを去年教えていただいて、でいろんな市外、県外、海外に物を売っていこうか、PR していこうかということで、再度お尋ねするんですけども、この別に旅費ですね、普通旅費、特別旅費、別に線引きは結構でございます。この平成28年決算において、どこに何を何人何泊、効果はどうですか、よろしくお願いします。はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。ブランド推進室長、はい、普通旅費、費用弁償、普通旅費、特別旅費とございますけれども、まず、大きなところ161万9280円普通旅費で言いますと、これ、地方創生のお金を充てるということで、ブランド推進室だけでなくシティセールス推進課、農林振興課の、出張旅費も一部入ってございますけれども、件数でいきますと33件、出張の件数ですね、33件の合計金額が161万9280円となっております。この内訳として、33件もございますので、特に大きなところでいきますと、東京でふるさと納税の PR をしたふるさとコレクション、六本木ヒルズでやりましたけれども、そちらに、これは、1週間ですね、4名が行きまして20万9060円かかっております。で他といいますと、小屋口ファイルファブリック店、プワプワ店ですね、そちらの方に、2泊3日ですね、3日ございましたので2泊3日、4名が行きまして18万1450円となっております。あと、鍵のトップセールスのあと北の恵み食べマルシェの方へ2名が行きまして、でこれは北の恵み食べマルシェは北海道でございますけれども、これの費用が14万1660円となっております。であと、海外ですね、香港フードエキスポに1名が4泊5日で13万3290円。で、タイのバンコクへ JA とともに柿の販売プロモーションに出ております。これが、これも4泊5日1名が10万9710円。10万円を超えるような、1回の出張で10万円を超えるような旅費はそこら辺でございます。であと特別旅費で言いますと、中国の大連の方に農林振興課の方で1名行っておりまして、そこの分、それ1件が11万3200円となっております。これは、5月20日から23日なので、3泊4日ということでございます。で、費用弁償でございます。7万3760円となっておりますけれども、こちらの費用弁償につきましては、
ブランドアドバイザーを呼んでおりまして、でそのブランドアドバイザー の2名の、まあ、旅費を当てております。で地域産品マーケティングセミナーという名称で2回開催したんですけれども、ふるさと納税を、まあ、地域の人に知ってもらう、そして、まあ、それにもっと加わってもらうというような目的で開催しまして、で地域 の事業者さんに来ていただいた、まあ、こちらの方は、まあ、2名ですね、農夫の旅費の合計が38,580円となってございます。以上です。はい、効果の面でございますけれども、例えばふるさとチョイスプレゼンツ、そのふるさとコレクション東京でやった分ですけれども、それについてはまあ、1日の平均が平日で2,000人、土日で4,000〜5,000人ということで、まあ、大勢の方に試食してもらった、そして橋本を PR できたという面もございますし、ふるさと納税の実際の額につきましても、その前年度の8月1ヶ月の部分と比べまして昨年の8月が 2.1 倍に増えるなど、目に見えた効果も出ております。まあ、他ですね、まあその場でいろいろ来ていただいて、まあ、PR した露出したという面も多々ございます。はい、とりあえず、はい、ここでいいと思います。堀内委員。はい、ありがとうございます。去年よりは、去年が悪いっていう言い方に聞こえたらすいません。去年よりは的確に答えていただいて、何をどうしたのか よく分かります。はい、で汗をかいていただいたのも分かります。で、まあ、金額が、まあ、ちょっと上がっとんですね。うん、旅費自体が、まあ、大幅に上がっとって、まあ、その地方創生関連で、ブランド推進室を軸に農林振興会、シティセールス課の予備にも、まあ、うまいこと充当しとるというか、二人三脚できとんやなっていうのが伺えるんで、すごく上手に使っていただいとって、資産の、負担も、少ないように感じます。本当に、ありがたく思ってます。そこでちょっと再度お伺いするんですけどね、そのブランドアドバイザー、これもまあひょっとしたら補助金かなんかで当ててるんで、市の負担ひょっとしたらないのかもしれないんですけどね、平成29年度においてはある程度理解できとるんでいいんですけど、この28年度の時ね、これ過去のことほじくって悪いんですけどね、その段取りが悪いっていうかな、その決定事項をチラシ持ってくるとかね、そういうことがあったと聞いてますし、そういうのを現場見てます僕。だからそういうのはもうちょっとないように、もっとスムーズに円滑に経済部としていくっていうことをね、検討していただきたいんです。要望です。はい、答弁あったらしていただいたらいいんですけど、まあ、もう過去のことなんで答弁しようないと思うんで、それはもうお願いというか約束してほしいんです。そういうことがあってはね、この金額が少ない高いと違って、一貫ことや、国の税金、県の税金、市の税金と関係なしで、こんなことあってはいかんことなんでね、これ一回で予算か決算で一回言うとかなあかん、議事録に残しとかなあかんと思っとったんで、ブランド推進室に言うとんではなくて、経済部全体にもうちょっとその金の使い方っていうのを必要なところに手差し伸べんのが行政であらなあかんと思うんで、ちょっとそこら辺だけお願いします。もし答弁あったら言うてください。なかったら次の質問します。経済推進部長。経済推進部長。経済推進部、全体のことということですので、私答弁させていただきます。まあ、このいわゆる販路拡大、販売促進、橋本のブランド化に向けては、地域密着型の事業であることが一番大切だと思っております。まあ、そういう意味から地域の方、地域の団体さんと深く調整して事業を進めるべきだと思っておりますので、また所属の方に徹底してそういった指導をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。堀内委員。はい、ありがとうございます。まあ、経済部長をお答えいただいたので、これ以上言うことないんですけども、もう要望というか、もう約束してほしいです。これもう絶対に地域密着という言葉を出すんやったら、意見が違うということで、議論やその言い合いや、その喧嘩って言ったら言い方悪いですけどね、熱い思いが議論になって、
意見が違うでバトルするっていうのはね、別に俺あってもいいと思うんですよ。最終 の, あの意見がお互い違っても、あの市が良くなるようにお互いが熱い討論しようになれば、それはかめへんと思うんです。ただ自己報告で持ってきてこれやってくれよとか、こんなイベントあるんでっていうの、こんなことも絶対にあってはいかんと思うんで、これだけはもう約束していただきたいと思います。次、続いてよろしいですか。はい、はい、で同じページの、下なんですけども、オムレツですね、オムレツ PR のことなんですけども、まあ、オムレツの件についてのちょっと費用対効果というか進捗状況をお伺いします。経済推進部主幹。はい、ありがとうございます。私の方からご説明させていただきます。オムレツに関しては、昨年まで、農林振興の北岡課長の方がですね、いろいろとメディア等を使いながらいろいろやってきたわけなんですけども、いや今のところスタンプラリーも、順調とは言えないんですけども、11月の、ちょうど末世の終わったあくる日ですね、最終の締め切りにしまして、抽選会を行うような形で10月30日末で一応終わりにして、抽選会という形で一応進んでおります。でその中で今年に入りまして、オムレツ協議会の中にですね、専門部会というのを、作らさせていただきました。なぜかと言いますとですね、事業者の中にですね、やっぱりちょっとオムレツではちょっと具合悪いんだなっていう事業者も何点か出てきまして、その中で事業者の方々から、積極的に私たちオムレツをやっていきますという新しい専門部会ができまして、その中で今いろいろと事業を展開させていただいているような状況です。これはですね、立ち上がったオムレツブランドですので、橋本氏が一生懸命やってきているわけですから、これをなくすわけにいきませんので、今これからはですね、事業者中心として、そういう対応策でやっていくような形を今進んでいる状況です。以上です。はい、堀内委員。はい、ご尽力ありがとうございます。で、まあ、やろうとしていることはよくわかりました。ただね、オムレツだけではいかんという、前から額縁を外して柔軟な対応していくという協議の中での、何て言うかな、グレードアップっていうふうに取れるんですけど、なぜ今の答弁でこうなるのかっていうことを伺いたいんです。っていうのは、オムレツの協議会立ち上がる、橋本オムレツするっていう時点で、いろんな議員さんからいろんな意見が出て、一般質問まで飛んだ上で、オムレツだけでほんまにええんかいよって言うた時の答弁と、今の答弁やったらちょっと違うような気がするんです。うん。要は、最初のが失敗やった、ダメやった、もう一つやったっていうことを認めた上で違う方に方向転換するのか、そこら辺をきっちりしていただかないと、示していただかないと、担当が変わった段階に考え方変わった、それはやっぱり決算や予算で言うべきことではないと思うんですけど、本番一般質問の再質問みたいなこと聞いて悪いんですけど、ここのスタートラインの確認しないと、今まで、同僚議員たちがオムレツを思っての意見とかいろいろやっとることを答えと今が違うっていうのはちょっと納得できないんですけど、そこについてのちょっとスタートラインの確認をしたいんで答弁願いますか。経済推進部主幹。大変話の仕方にですね、失礼なことを申しまして申し訳ございません。決して今までやってきたことについてですね、議員の方々がされたことをですね、決して阻害というんですか、そういう形を持っていって、そういう形になってきたっていうわけでも何でもなくてですね、事業者の方々からもう少しオムレツをですね、市内の方々にもうちょっとこう周知を図りたいと、オムレツが橋本の町オムレツだっていう部分についてですね、っていう意見が出まして、そこからそういう経過が出てきたのは事実です。ですから担当が変わったからっていうことで、決してこのオムレツ推進協議会が、ちょっとゆらゆらって揺れてるわけでも何でもなくてですね、そういった事業者の方々の意見を中心にして、対応をしているという現実があるということをお答えさせていただいたわけでして、もしお気になさられてましたら誠に申し訳ございませんでした。スタートラインをきっちりと今どういうふうに捉えているのかというところを答弁いただきたいと思います。はい、はい、経済推進部主幹。はい、スタートラインはきっちり理解した上で進めているようなつもりなんですけども、今までのその予算の関わり方についても、昨年度まででしたら結構いろいろとメディア対策とか
いろんな、まあ、事業がスタートしたわけですから、いろんな、まあ、あの経費も、まあ、算出されたというわけなんですけども、今回そういったことをですね、きっちり使った部分は、今度はちゃんとした反映で、ブランドとした形で推進していこうということで、今はなってますので、その辺 あのスタートラインについては、きっちり理解した形で、進んでいるような状況ですので、ご理解いただけたらありがたいと思います。堀内委員。はい、わかりました。まあ、同僚議員が一般質問しとることもね、身にしていただきたいという気持ちでちょっと強めに言うたんで、誤解があっては申し訳ないこと、僕も聞き方悪かったんで、まあ、あくまで予算決算なんで、深くは追及しません。で、もうちょっとね、学校で外してね、オムレツにこだわらずに、なんていうんですか、橋玉っていうんですかね、橋本の卵っていうことをテーマにして、もっと柔らかく柔軟に、要は生産者が儲かる、橋本氏が PR できるために、市や補助金などを使っていただきたいということを申し上げたいだけなんで、過去はかめへんので、もうちょっとそこら辺をちゃんとやっていただきたいと、そういうことで。はい、期待しとるつもりなんです、はい、だから同じやるんやったらうまいこと言ってほしいと思いますので、もう何ていうかな、議会やったらね、専決処分とかそういうのあるけどね、勝手に物事決めずに、協議会のことは協議会でちゃんと決めて、お金使ったらこういうふうに使いましたっていうふうに胸張ってやってください。はい、それがほんで養鶏とかその卵の関連とか、またひょっとしたら卵、鶏とかそんなんでちょっとずつグレードアップしていってくれたら、あくまでその何て言うかな、行政とその民間と一緒にやっていく上で絶対うまいこといく事業っていうのは存在しないと思うんです。だからあかんだ時納得できるように、よう頑張ってくれましたねっていうふうに僕らが言えるようにちょっと見せていただきたいと。絶対成功させとかそういうことを言うとんではないんで、そこら辺はある程度の職人さんも逃げ道作っていただいたらいいと思うんです、ぶっちゃけ。でもやっぱりやってやりきれんね、後悔のないようにだけしていただけやんと、せっかく議決してお金回して、費用対効果までそこまで言いませんので、ただうまいこと言っとるって言うんであれば、費用対効果とかどういう経緯なのかって詰めていかなしゃあないのがあるんで、そこら辺よろしくお願いいたします。はい、答弁は結構でございます。一回休みましょうか。そしたら今議員。はい、すみません、247ページの、はい、すみません、オムレツの関連でちょっと思うことがあるんですけども、その、マーケティング戦略をどのように考えているのかっていうところがありまして、はじめ多分グルナビさんがいらっしゃる中でオムレツへ行こうよってある程度 その戦略があって進んできたんかなと思います。で、その戦略通りに進んだのか進んでないのか、むしろ戦略があったのかなかったのかっていうところもあると思うんですけど、そので、まあ、今回本でオムレツを外してっていう話があって、協議会の中でそういう話があったっていうふうに聞いてます。で、それはそれで意見としては非常にいいと思うんですけど、その僕思うんですけど、そのブランド化を本気で進めていこうとするならば、そのマーケティングをする専門の、なんていうんですかね、人っていうんですか、きっちりと計画を持つべきやと僕思うんですよ。意見出たやつやっていくやっていくで、これほんまにブランド化なんのか、その間に金額少ないけども、ちょっとずつの投資で長いことやっていた結果どうなんやろうっていうんであれば、ちょっと負担が増えたとしても、きっちりマーケティング、ブランド化するには僕は必要やと思うんですよ。で、その上の、一つとして、そういう専門の外部の人の意見を取り入れていくとか、人を雇っていくとかっていうのは必要であるんじゃないかなと思うんですけど、今現状もちょっと僕ははっきりと分かんないんですけども、その点教えてください。一番、はい、今お話しされたことですけども、今年に入ってですね、養鶏組合一応5県の養鶏場の方に回ってきまして、その中で養鶏の方々もですね、今年から積極的にこのオムレツ推進協定に入っていただきまして、まあ、いろんな話をいただいてます。で、その中で今のブランドアドバイザーって本当にマーケティングっていうのが一番ブランドについては一番中心で大事なことを十分理解しておりますので、今これからですね、ブルナビさんにもうちょっと出てきていただいて、やっぱ食のブランド化っていうことを進んでいる企業ですので、その中でブルナビさんからいろんな、まあ、ご支援とかですね、そういうような提案をいただきながら、もう少し詰めた形を取っていきたいなという形で思っております。
で、それがちょっと遅れてるわけでもないんですけど、今申し訳ございません、正直言ってスタンプラリーで今事業者の方々の手一杯の状況の中で、なかなかあの事業者の方々が集まっていただいて会議をするっていう、あの何でもですね、あの仕事をなさってる関係、皆さんがそれぞれ集まるっていう機会はなかなかないっていうことも現実ありますので、ちょっと日程調整をさせていただきながら、それのブランドアドバイザー的な形のことをですね、今のグリナメさんにお願いして対応していこうかなっていうことを今ライトで協議しているような状況でございます。委員長。はい、ありがとうございます。なんでグルナビさんがこのプラン、オムレツを始めて、なんで今になって来てないから呼んでいこうって、なんで今になってそれを言い出しているのかがちょっと全然わからなくて、ってことはこのオムレツを進めていく上でそこまでグルナビさんが関わっていなかったのか、マーケティングが全然できてなかったのかって、その辺は実際どうなんですか。なんかそういうふうにちょっとこれからやっていくんでっていうふうに捉えてしまうんですけども、はい。はい、大丈夫ですか。申し訳ございません。ちょっと言葉足らずで、そういうわけでございませんでして、一応あの連絡は取り合っていろいろやってるんです。今の現状こうです、あれですってことはやってるんですけども、その中であのこの前からあの専門的な方も一人来られてて、いろんなお話をいただいてるんですけど、事業者さんが集まって、そういうふうな、まあ、話を聞くっていうのはなかなか少なかったというのもありまして、このスタンプラリー終わった後にですね、そういったお話をする機会をちゃんと取っていってやっていこうかなと。今までは全然やってないわけでもないんですよ、はい、そんな形でブリーフしていけたらなと思います。すいません。他にありませんか。はい、今キーイン、はい、すいません247ページの、下の宿り温泉癒しの湯整備に要する経費というところで、525万8520円が、支出されているんですけども、どのようなところを修繕されたんですか。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。3箇所を修繕をしておりまして、まず1つ目ですけども、宿り温泉癒しの湯の設備である浄化槽の各部が壊れたということで、まず1点目やっております。こちらが54万6480円となっております。それと続いて2つ目ですけども、こちらにつきましては宿り温泉の玄関のちょっと横になるんですけども、こちらがあの地下水の関係になるかどうかちょっとはっきりしないんですけども、陥没をいたしまして、そちらの方の修復をしております。こちらの金額につきましては45万6840円というふうになっておりまして、それと、次はちょっと大きな額になるんですけども、温泉のポンプですね、源泉を汲み上げるポンプになるんですけども、こちらの部分が破損しまして、こちらの方の修繕ということでやっております。この部分につきましては3年に1回、まあ、ポンプの入れ替え作業が必要になるということで、やっているんですけども、現状、1機については保管をしている中で、1機は、まあ、3年後に、まあ、こう感じですかね、オーバーホールをしてという形でこう繰り返しやっていたわけなんですけども、今回物自体がもう破損してしまいまして、今の予備の部分を今入れている状況で、今度また新しく平成30年度以外の方でまず予算の方を計上させていただいてというふうなことも考えておるんですけども、その修繕費ということで425万5200円ということで、全体的に525万8520円という修繕費がかかっております。以上になります。今木委員。はい、ありがとうございます。この宿り温泉の癒しの湯を指定管理を受けるときに、このこういう修理に関しては市が見ていくというふうな契約になっていると思うんですけども、今年度ももう420数万ですかの予算計上されてるということなんですけども、やはりもう年が経ってきますといろんなところがこう老朽化してくるように思うので、まあ、その辺のところを、まあ、修理に関してはちょっとでも早くここをチェックして、対処していただきたいというふうに思います。以上でございます。
他にありませんか。杉本委員。だって今のに引き続いてなんですけれども、一番下の、いや247ページの右下、宿り13-01、宿り温泉癒しの湯指定管理委託料350万ですが、これここ行って、やっとる子に聞いたら、泊まり客乗るときは泊まらないといけないということで、これ男の子一人でやってるわけなんでして、で家に帰らずやってるんですよ。でこれ350万という金額がですね、もう十分だとお考えかどうかと。でそれに対しての失礼しました。これはやめときます。そしたら、別の質問に行きましょう、はい、他にありませんか。高本委員。239ページ一番上にある商工、住居の、商工、商工業活性化資金利子補給金という、これこれ利用されている事業者さんとの関係ちょっと教えていただけますか。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、件数で申し上げます。121件ということになっております。よろしいですか。他にありませんか。はい、今木委員。すいません、249ページの中ほどの委託料で、2項目言ってもいいですかね。このスポーツツーリズムと140万と駅前にぎわい創出事業委託料、この230万円の、どういうふうなことをやってるかっていうことをお聞きいたします。特にスポーツツーリズムについてちょっとご説明をいただきたいと思います。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、まずスポーツツーリズム事業ということで委託業務ということで140万円支出しております。こちらにつきましては2年目になります。河南地域でですね、歴史的なところをウォーキングをして回っていただくというものでございまして、合わせまして、スポーツの関係ということになりますので、南側の方で少年野球であったりサッカーであったりというところで、そういうイベントも合わせながらやらせていただいております。それと、もう一点、駅前のにぎわい創出になりますけども、こちらにつきましては、毎月、第3土曜日、橋本の駅前の方でやらせていただいておりまして、例えばですね、大道芸人を呼んでですね、やったりとか、あと、保育園の園児さんに来ていただいて、催し物をやっていただいたりとか、夏場につきましては夜間の部で、金魚すくいなどをやったりしたりもしております。それと合わせまして、物販の方も物販というか飲食の方もやっておりまして、農林振興課さんと対応しましてゲートライジなどもやっております。そういうことを毎月第3土曜日の方でやらせていただいております。以上になります。はい、今木委員。はい、ありがとうございます。まずスポーツツーリズムの方でちょっとこれ、質問、させていただきます。この104この成果報告を見せていただきますと、委託料として140万円、この成果として、観光客誘客を行うことができ227人が、訪れたというふうになってございますけれども、せっかく、元高校野球の有名な石井戦選手ですかですとか、サッカーの有名な方を呼ばれて、いろいろなことをやられとると思うんですけども、この費用対効果から言いますと、決して金額ではないんですけども、いいことをやられてるのに、
この140万を227人で割りますと、1人6167円がかかっとると。もう金額の問題はないと思うんですけども、同じするんであれば、もっとこう、いろんな形で PR して、たくさんの人の方に来ていただくように、まあ、今後、まあ、いろいろと PR 方、やっていただきたいということでございます。それから、この駅前にぎわい創出事業なんです。これは私もずっと、まあ、行かせていただいてるんですけども、この決算委員会で、どうこうという、まあ、質問やないかと思うんですけども、いつも感じるのはあそこで、自動車の置くところがないというのは、もうネックになってございますので、ぜひ、これは要望でございますけれども、駐車場等々が、あれば、市の、まあ、多分あの辺に、市の土地もあると思いますので、それをこう利用できるようなことを考えていただきたいと。すみません、これは決算委員会で言うことかどうか分かりませんけれども、要望として、申し出ておきます。答弁よろしいですか？はい、はい、他にありませんか？はい、はい、杉本委員。はい、237ページの右下です。19番負担金補助及び交付金の中の、03番と06番です。03番、創業促進事業補助金183万8000円ですが、これはこれとして、予想した金額なのか、それと06番商工振興対策補助金2125万3000円これも、見込んでいた額に比べてどうかと。でそれに対して今後どのようにしていくか、まあ、来年度の予算にどのようにしていくかということをお聞かせください。237ページの右下19番の中の03と06です。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、まず03の創業促進事業補助金183万8000円の件ですけども、こちらにつきましては平成28年度から開始をした分でございまして、まず橋本市内に在住する、まあ、方で、まあ創業第二創業をしようとする、まあ、中小企業者さんの方の支援ということで、まあ、対象事業につきましては製造業であったり卸業、小売業、サービス業というところをの方々を、まあ、対象にして、まあ、考えておるわけなんですけども、まあ、当初予想というのはちょっと何名、まあ、創業していただけるかというのはなかなか予測できないところはあったんですけども、今回に関しましては一応5名の方に創業をしていただいております。まあ、写真館であったり飲食店、輸入おもちゃ販売、エステ、まあ、ヨガ、英会話ということで、5軒の方、まあ、橋本市内の方で創業の方をいただいております。まあ、当初としましては、まあ、ポチポチと、まあ、創業していただけたんかなというふうには私も思っております。それと6番の06の商工振興対策補助金、まあ、2125万3000円この部分になりましたなるんですけども、こちらにつきましては6つの事業者に対する、まあ、補助金でありまして、まず1つ目は、まあ、橋本商工会議所、これはもう毎年のことになります1400万ということになっておりまして、それと2つ目こちらも同じく小矢口町商工会というふうになっておりまして、こちらが650万円、続いてこれも、ね、同じ毎年同じなんですけども、橋本市の商店街連合会というところがございます。こちらのところには10万飛び3000円ということです。それと続いて小矢口町商店会というのがございまして、こちらが15万円で、最後にですね、こちらがちょっと初めてになる部分なんですけども、昨年、商工会議所の女性会の総会が橋本市の方でありました。これ、まあ、商工会議所の方で誘致していただいたということなんですけども、こちらを市民会館の方でやっていただいておりまして、この部分の施設の、まあ、利用料とかそういう形のもので50万円補助しております。ということで、4社につきましては例年のごとくということで、あとプラス1については今回初めて、まあ、そういう女性部さんが、まあ、橋本の方に
に総会を誘致したということで、開催の一部その使用料の負担ということで補助しております。以上になります。はい、杉本委員。そしたら、今のでした06番の場合はその助成会の50万というのは今回だけで来年次年度からはないということでよろしいですね。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。その通りとなります。はい、杉本委員。それと、上の方の03番はこれは今年度来年度も引き続いてやるということでよろしいですね。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。創業があるかないかは分かりませんけどもやっていきます。はい、分かりました。はい、その他質疑ありませんか。堀内委員。はい、すいません。まだまだあるんですけど、241ページです。ブランド推進に要する経費の、ほんまにすみません、細かいこと言います。去年も聞いたんです。自動車保険料08番、これは保険料、ここからしか聞けないんで、聞きたいこと分かってくれとると思うんですけど、車何台分の保険料ですか。そこからお願いします。はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、ブランド推進室保有の公用車2台ございますけれども、ここに計上している費用については1台分の費用となっております。堀内委員。はい、ありがとうございます。1台分のお金ということで、今室長を言われた2台分のうちの1台って今言ったんですけど、ブランド推進室に2台車あるって僕は初耳なんですけど、いつから2台になったんですか。せめて説だけ。はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、27年度にブランド推進室として立ち上がってから、軽油自動車に2台が配備されておるというふうに聞いております。以上です。はい、堀内委員。そしたら去年の決算委員会の答弁が違ってくると思うんですけども、ブランド推進室は車1台しかなくて、確か、税金か何かで聞いたと思うんです。税金か保険料か何かで確かブランド推進室には車1台しかないで、僕も1台しか見たことない。職員の数の整合性で、市外県外に物を売っていこうかっていう重要な推進室に車1台でやっていけんのかいって確か去年聞いた上での答弁が、僕の記憶が正しかったら検討して増やしていくようにしますっていうふうに去年の決算委員会でいただいておると思うんですけども、それにもし間違ったらごめんなさい、それで間違ってないんであれば、現時点でのその答えというのはおかしいと思うんですし、思いますし、約束したとは言えないにしろ約束に近いような答弁やったと思うんですけども、やる気があるのですか。ちょっと教えてください。ブランド推進室主任。ブランド推進室主任。27年の決算で、ご質問いただいたのは、この自動車保険料の中にはですね、自賠責保険の部分と自動車保険料の部分があるんですけれども、すいません、自動車保険料につきましては、2台分の費用が計上されております。29,351円になるんですけれども、それと自賠責保険につきましては24ヶ月分で、26,370円、これは車1台分の保険料になるんですけれども、おそらく昨年の決算委員会で回答させていただいたのは、ここの自賠責のところで1台ということで、お伝えはさせていただいたかと思うんですけれども、先ほど、室長が答弁しましたように、ブランド推進室には平成27年の4月に、室ができて以降、車2台を配備をさせていただいて、ちょっと駐車場は横置けないので、公民館の横を離れたところを置いて、してるんですけども、当初より2台で運用はしております。はい、堀内委員。はい、まあ、1台か2台かっていうのは、まあ、分かりました。それで結構です。ほんならね、僕よく見るんやけど、ブランド推進室の人、車なかったらどうやって手段かっていう話ですわ、前から。いいんですか。
去年の話やったら車増やしていって、ここは営業課でそのチーム橋本やってチームブランド推薦者やっていうような話ですやんか。それが今室長変わったから室長にせめとんちゃうんですよ。その経済部としてってまた結局なるんやけども、そのここは市長が力を入れとる川やからちゃんとやっていくんやって。で僕らも協力してますし、うん、そこのなんていうのかな、約束違反とちゃうんかなと思って、何かあったら誰がどない責任取るんですか。事故した時そうでしょ、通勤に使ってる車で営業行って橋本市って看板つけるんですか。そこらが去年の約束と違う、ちょっとおかしいんちゃうんかなと思って答弁ください。経済推進部長。経済推進部長。昨年のですね、あの堀内委員から、まあ、その使用者、私社を公用に使っておるではないんですかというご質問いただいて、まあ、その後私調べさせていただいたところ、あの若干そういう時もあったっていうふうな報告を受けてですね、あの市外県外行く時には必ず今市の方で管理してる車を使ってくれというそういう指導をしております。また市内で、どうしてもその今保有しとる車で間に合わない時には集中管理している車で雇用車で移動する、そういうふうな指示もさせていただいておるところです。ですから、あの個人の車を使用しておることはないというふうに私の中では考えております。堀内委員。部長、それに答えられたらね、次聞けないでしょ。ちょっと それはルール違反なんちゃうかなって僕思うんですけどね。これやっぱりなんていうんかな、きっちりやっていかんと、ちょっと買い物行くとかちょっと出るとかね、昼休み飯食いに行くに出るんやとか、そのついでにどっか寄ったんやって買えへんけども、そんなもん明らかにその答弁とその職員さんのやっとる対応が違うじゃないですか。もうそういうのやめやんと、事故した時に市長に傷つくわけでしょ。そんなやめませんかって去年言うて、ほんで今の担当課の答弁が駐車場を置くとこない境に公民館の旗に2台目あるんかないんか僕は知らないですよ。小屋中公民館めったに行かないんで、だからそういうふうな、その何ちゅうか水掛け論の言うたゆえんの話じゃなくて、明らかにおかしいじゃないですか。そういうのはきっちりしないと、集中管理してどうのこうのっていう話は、あの本庁でおる職員さんがちゃんとやっていったりとか、でその物のついでで何かと乗っていったりっていうのは、それはもうかめへんですわよ。もう運転手の時は自分社長で自由にしたらええですわよ。そうやけど、やっぱりこれ橋本市のそのブランド推進室って言ったら、小屋口にあって大事な拠点であって、物を売っていく側の一番の営業の大事な選手がもし自分の車乗って怪我した時に、そのね、どっちが悪いとか道路交通法で言うたらどっちが悪いかっていうのは別としておかしな話やと思うんです。うん、だからこういうのをきっちり僕去年指摘したことが、まだそのこういう報告を受け取るんですっていうふうに言われたら、僕は今度は間違ったこと聞いとるんですか。おかしくないですか。そこはちょっと襟正して真摯に謙虚に、大事な職員さんでしょ、経済部の市長の命を受けた橋本氏を PR するために外へ出て行ってくれって頼んどこわって言うた、そのね、県に出向行って帰ってきた割と優秀な方が、全員優秀やけど特に優秀な方がそこにおられるんでしょ。で商工会議所とかの JA さんとかから出向で選抜メンバーがおるんでしょ。前から本場のチーム橋本市役所の経済部ちゃうんですか。だからその人にもし何か怪我したり何かあった時は、JA さんから出向した人、商工会から出向した人、怪我したらこれどうするんですか。ちょっと答えてください。ブランド推進室長。ブランド推進室長、現在 あの答弁が食い違ってますので、実際現状も踏まえてお答えください。あの当然あの公務での出張というのは公用車が基本になっておりますので、あの2台の公用車フルに活用してあのやっておりますので、あの自家用車というのは基本的には使えないということで認識しております。
はい、堀内委員。わかりました。そしたら、もしね、臨機応変に自家用車使ってくれてるんだったら、ガソリン使わせて申し訳ないっていうことで、それで結構なんですけども、やはり、大事な職員さんですから、ね、集金以降行くにしても、前の上下水道のとこにスクーター余ってるでしょ、あんなんでもいいじゃないですか。ちょっと行くのはやっぱり市の保険の効いた、橋本市の、交通手段でできるだけ行くように、うん、ちょっとねお願いしますと、はい、あんまり言うて嫌われるのも嫌なんで、ただ事故した時のことを思うたら私言うてること正しいと思いますよ、うん、経済推進部長。経済推進部長、堀内委員からご指摘いただいた内容については私自身は当然のことだと考えております。公務において公用車を、まあ、これは四輪車二輪車問わず公用車を使ってもらうというのはこれはもう絶対的であります。で、まあ、その公用車扱いできる使用者を公用車扱いできるのはこれも職員から声を届けていただいて、やむを得ない、例えば幼稚園保育所の先生ですね、まあ、そういった雇用者がないところについてはそういう届け出をして承認いただいた上で、まあ、その条件がきっちり決められておると思います。まあ、本当に今の状況の中で雇用者がですね、この集中管理しておる車だけで、十分でないということであればしっかりまた予算請求もさせていただきますが、今そのについては所属と十分調整協議したいと思っております。よろしいですか。はい、委員の皆様にお伝えをいたします。ページ数は言っていただいているんですけども、質問の際授業番号と名目説を一緒に伝えていただけますようにお願いいたします。他にありませんか。はい、堀内委員。はい、ちょっと切り替えて質問します。249ページ、2134、先ほど今木議員の聞いた、03ですね、よろしいですか。はい、はい、駅前にぎわいの関連でちょっとお伺いします。これはまあ割と前向きで一生懸命やっていただいたのは分かるんですけども、その駐車場の関係もしっかり、03節って言ったらいいですか。いいですか。13節の03ですね。はい、失礼しました。勉強不足です。すみません。これはまあ昼夜問わず、まあ、決まった日にある程度にぎわいでっていう話で、さっきに人数言うたんですかね。この成果報告のところに、どこかで人数書いてあったんですか。そうですね。人数とか出とると思うんですけど、これはやっぱりその。なんていうんですか、延べこれだけの人数来とるっていうのは分かるんですけども、割となんていうかな、行政の偉いさん、管理職さんおったりとかで、まあ、議員がおって、だっていつものメンバーおって、ほんであと子供参加してくれる子供さんのメンバーもひょっとして入っとんから、それは別に構えへんです。ただその地域の人らがどれだけおるかっていう線引きができとんかっていう、そのデータ的にそこちょっと教えてほしいんですけど、線引きができとるのかできてないのか、延べなのか、いかがですか。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。線引きは今のところできておりません。堀内委員。はい、結構でございます。線引きできてなかったも、主催者側も、ね、来賓というか、まあ、どんな方でも一目で言い決めがにぎやかになるということは橋本氏にとっていいことだと思うんですけど、そこからね、岩木議員も先ほど駐車場の問題とかあったんで、どうしても橋本氏っていうのはいくら駅前でも車族になるんですね、うん、道路族っていうか、スクーターとか自転車とかいろんなことあると思うんですけど、そこの、まあ、岩木議員が言ったんで、そこは駐車場のことはお願いしますとしか言いようがないんですけども、その周知していく上でね、その何ていうかな、さっき軽トラ市の話も出たんですけども、ちょっとその周知が足らんのではないかなとか、そのイベントやから、子どものダンスとかのイベントやったら、おじいちゃんおばあちゃん見に来たり近くの人寄ってくれたりってなるんやけども、その露天商っていうかな、軽トラ市の人らに対しての費用対効果とか、その賑やかしっていう、そのもうちょっといまいちの方に感じるんやけども、今後のなんか、努力というか、次この手があかんだら次あの手で行こうかとか、そういうことっていうのはなんか、民間も交えた上で議論されてるのか、もしやったらよろしくお願いいたします。
シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。まず周知の関係なんですけども、私どもの方も若干ちょっとこの周知についてはかけてるというところはちょっと認識しております。直接小佐田区であったり橋本エリアの中で、チラシを投函したりとかそういうことをしたりすることはあるんですけども、なかなか数字を見る限りではやっぱり周知が足らんのかなというところは若干思っております。それと、イベント全体的なことに関しましてもちょっと若干何かというところが、ご指摘もいただいておりますし、私どもの方もちょっと思ったりしているところもございます。で、昨年もこういうふうな、ご質問いただいた中で、地元団地理会の青年部さんの方に、ご協力いただいてということで、昨年のちょうど12月ぐらいからいろいろ取り組みをやっていこうということでやったんですけども、青年部さんの代表者が変わったということでちょっと若干この続かなかったというところがございます。今、市街地開発の関係で、駐車場関係ちょっと触れますけども、整備課の方に、無理を言ってですね、空いてるところについてはちょっとお借りできないかなというところはお話をしておりますけども、やはり補助金の関係とかございまして借ることができないというところでございます。で、新しいその、事業関係につきましては、これも市街地整備課さんとのタイアップになるんですけども、駅前から24号線に降りる県道ございます。こちらの方の結局その修繕をしてですね、きれいにして、であとその、地元区さんにもお手伝いいただきながら、例えば歩行者天国するであるとか、それともう一つその駅前に飲食店あるんですけども、先般からちょっと駅前で何かしたいんやというようなお話も若干いただいております。なら内容につきましてはまだ全然分かっておらないんですけども、こちらについても前向いてちょっと進めていければなというふうに思っております。以上です。堀内委員。そういった議論があるんやったら前向いて、また結果はまた後からついてくると思うんで、そういう議論していただいてるんでしたら、どうしてもやっぱり小屋口でやってるね、歩行者天国って賑やかで皆が協力し合っていいなっていう、羨ましいなっていう観点からどうしても見てまうんで、この賑わいのやっぱり橋本市は橋本駅ですから、今後ますますやっていただきたいっていうことを、お願いを申し上げて、質問でもう答弁は結構でございます。はい、以上です。他にありませんか。杉本委員。はい、247ページ19節の08、キノコは橋本サマーボール補助金についてお尋ねします。市が1300万円を、書いてますけれども、これ25年度から始まったもんで、今年 3.3 万人というか3万3000人ほど来場されたということですが、これの成果として1300万出した価値はあったと。で、今後もうちょっと来年度もうちょっと出してとかっていうふうな形でですね、予定等ございますか。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。昨年のサマーボールは、小雨まりの中で、スタートということで、小雨まりというか、4時半から、式典ということでスタートしたんですけども、それまでは嵐のような、天気でして、で、直前に、雨が上がってですね、やっとこそ、サマーボールが開催できたという中でございました。そんな中で、ブースの方も100を例年、掲げておりまして、昨年が初めて100ブースが満杯になったというところでございます。で、客単価は1人2000ぐらい使っていただくというような、若干そういうところも出ておりますので、それを3万3000人という、単純に掛け合わせしますと、かなりの額になると思うんですけども、そういうところで、今後の話なんですけども、なんていうんですかね、経費費用対効果というところから申し上げますと、テントとか、式典のそのステージですね、こちらは作るわけなんですけども、当然1日だけの使用ということになります。ただ、設置していくのはもう1日2日前から設置していくというふうになりますので、みすみすそういうところの経費は若干ちょっと損しているかなというふうに思っておりまして、こういうところを、今青年部の委員長とか、そういうところとこちらもお話をしながら、野外コンサート、これできるできやまは分かりませんけども、そういうところをやって、それでやっぱり宿泊をしてもらうということで、当然その橋本市にお金が一番落ちる手立てかなというふうに思っておりますの で、 であともっと言っていけば、橋本商工会議所の方で、無料で、モニターツアーということで今年も似顔絵駅でやったりとか、いろいろイベントもやっていただいております。
それと、まあ、掛け合わせた中で、まあ、そういうイベントも、まあ、1日2日という形で、まあ、進めできればというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いします。あ、もちろん来年もされ本委員、はい、もちろん来年度も続けてやるということですね。シティゼロ推進課長。推進課長、はい、金額については1300万ということで、来年度以降についても同じような形でやらせていただきたいと思っております。杉本委員、はい、同じページの、19節の11番、橋本王様の木の下で、補助金100万円というものですが、これは今回だけのものでしょうか、それともまた続けてされていくものでしょうか。お願いします。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長、はい、こちらは峠の新市会の方からの申請がありまして、長寿社会づくりソフト事業補助金ということで、これも 100% ですけども、100万の補助金をいただきながらやっております。地元峠新市会の方から、まあ、50周年記念事業ということで、11月の27日から12月の25日、まあ、29日間かけまして5回のイベントを重ねながら地元の活性化ということでやっていただいております。場所は、橋本小学校跡地の中で、メタ製工屋の木がございます。そちらの方に電飾を飾って、やっていただいております。以上です。あ、これは今年限りです。はい、以上です。他にありませんか。はい、247ページサマーボール関連でちょっとお聞きしたいと思います。まあ、今後コンサートをしていくであったりとか、あの宿泊の方をこう増えるようにしていきたいと、まさしく市長が言うように、観光を目的として進めていかれるっていうふうに今取られています。で、あのシティセールスの担当課の方がですね、もう夜遅くまであのすごい疲れた顔で頑張ってはるのは僕も存じ上げてますんで、頑張ってないとは全然言うつもりはもう全くさらさないんですけども、そのお聞きしたいのが、もう5年になりますし、毎度毎度決算でも予算でもこのサマーボールについて観光でしていくについてどういう、 こう戦略を練っていくのかっていうお話が出ると思うんですけども、じゃあ今後の話でいくと、その、まあ、コンサートやでやらは別として泊まる方々を連れてくると、じゃあどの辺の地域の方々をターゲットとしてどんなその観光戦略が来るように持ってくるのかっていう、そこも、まあ、マーケティングってさっきと同じなんですけど、その辺をどういうふうに今後考えていくのかって、それがあるあって初めて観光だと思うんですけども、その点をお聞かせください。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、お答えさせていただきます。基本的には関西エリアの方々をターゲットとして、やっていきたいなというふうには思っております。ただあの今後、まあ、どういう形のものでやっていくかという細かいところまではまだ委員長とか、まあ、あのまだそこまでは至っておりませんので、今後そういうところはあのどういう形になるかというところは検討していきたいと思っております。実行委員会組織の中で、はい、以上です。委員長。はい、ありがとうございます。でこれ28年度の決算なので、今年の祭りがどうこうって言い方するとすごくおかしくなると思います。まあ、その前回でもいいんですけども、あの何回か質疑ある中で、まあ、今後は考えていく、これ前回はどういうふうに外から呼ぶようにあの手段方法を取られたのかお聞かせください。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。 PR 部門に関してはあの、まあ、何回のナッツであったり結構調べるんですけども、花火特集の雑誌であったり、こちら小文社のマップルであったり、キー民法会計リビング、まあ、こういう花火特集、こちらのところに、常にあの情報をあの発信しております。すいません、ウォーカープラスであったり、ジャランアットホーム、まあ、読売新聞の広告というところで、あの情報の方あの市外向けてはやっております。はい、以上になります。はい、以上。はい、ありがとうございます。なので、また年々良くなっていってると思うんで、そこはまた次、宿泊客を狙うって答弁いただいたので、オマスポーターゲットとした、次また考えていっていただけたらと思います。で、ちょっとだけ話あれなんですけども、各自治会で、あの寄付っていうのは協賛金っていうんですかね、あの集めてはると思うんですけど、
ちらっと聞いた中で、いや、うちの区ではこんなおかしいよ、20ドル集めへんやろっていうふうな声もちらっと聞いたことあるんですけど、今後この辺も市としてどんな考え方を持っているのか、この1300万円も税金で皆さんから納めていただいているものです。で、また区からいただくわけ、20ドルに実際になるわけですけど、その辺、今の現状とこれからどうしていくべきなのか、その点でどういうふうにお考えでしょうか。シティ制度推進課長。シティ制度推進課長。ですね、特に、まあ、市民協賛金なんですけども、こちら、まあ、ちょうど7月ぐらいに協賛のお願いということでいきます。この時期っていろいろ、まあ、他の課からも協賛というのは多くございまして、区長理事会の方へ行っても、まあ、そういうところの話は出ます。ただ私どもこの全体的な事業費で2400、まあ、昨年であれば2400万ぐらいの事業費をかけてこの祭りをやっております。やはりこの市民協賛金であったり企業協賛金なくてはですね、今のところは全然やっていけないという状況がございます。昨年一昨年ですね、赤字が出て、まあ一般財源また予備費を充当していただいたというところがありまして、でそういうことは出てあったらあかんということで、まあ、検討委員会でもだ回答があったわけなんですけども、その中でやはり繰り越し金についてはずっと翌年へ、まあ、繰り越しできるような形でこの補助金についてサマーボールの補助金について、まあ、要項なりを別途整備してですね、今やっているところなんですけども、いかんせんやはりこの市民協賛金、企業協賛金につきましては今のところは、まあ、同じような形でやらせていただきたいというふうに思っております。委員長。はい、ありがとうございます。いや本当その通りでして、今総額が2400万使っているという中で、いかにして持続可能的にこういうのをやっていくかって非常に重要やと思います。で、その中で実際協賛金も集めるのがしんどくなってきている、ある自治会さんで言ったら、うちは出さないって、そんな声も聞いてる。こんなんでほんまに祭りって続くんですかね。そもそもお金がなくてやめてまたやりだしたら、結局またお金の問題で、これいつかまた同じ話になるんちゃうかなと思うんですよ。で、2400万で、ここからお金が下がったら開催できないって言うけども、2400万の祭りをしようとするから2400万いるわけで、極端に言うと1300万でやろうと思ったら1300万内容規模でやれるんじゃないんですか。で、その辺の考えって、極端に言ったら、いや、花火が何本上げなあかんのやって目標があるとか、観光で来るために、こんだけのお金、こんだけの投資ここでいるんやとか、その辺をきっちり持っての2400万で考えているのか、その辺って実際どうなんですか。なんでそのこありきで言ってるというか、その辺どう認識を持たれてますか。シティ制度推進課長。シティ制度推進課長。はい、先ほども申し上げましたけれども、一昨年、まあ、190万ほど、まあ、赤字が出たというところがございました。そういう中で、まあ、検討委員会の中でもいろいろ検討していただいた中で、最終的には1500万という補助金で、まあ、いきなり500万の上げるということはダメだということで、今現状、まあ、1300万になっとるわけなんですけども、まあ、当然、まあ、実行委員会の中、まあ、その事務局サイドの中でいろいろ検討した中で、やはりその入りを抑えた中で、協賛金とかやっぱり苦しい状況があると思いますので、ある程度その入りをもう少なく見積もった中で、まあ市民協賛金、企業協賛金についてはある程度いただくんですけども、できる限りそれを少なくするがために、収入から逆にその支出経費を出してですね、また例えばさ、花火を6000発を5000発にするとかいう形で、昨年はそういうふうな形では予算組をやっていった経過がございます。委員長。はい、ありがとうございます。またその辺本当に持続可能的な祭りにしていくためにも、きっちりないもんはないって言っていかんといかんと思うんですよ。こんだけ2400万の祭りありきやから、出店のブースらでもあれ 2万か何ぼか、かなり金額上がってますよね。そうやって儲けるためにはそれはそれで手法だからいいけれども、お金ないから取るよっていうのはちょっと どうなのかな、そもそもの規模自体も考え直していかなあかんのかなっていうところも持つべきやと思いますので、またその辺もきっちりその委託先に、補助金として出している先にきっちり言えるような担当課で追っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。他にありませんか。関連やの
関連でしょ。関連は関連。関連で、僕全然違う。はい、以上。はい、何も言わんとこうかなと思ったんですけど、もともとサマーボールを始めたきっかけっていうのが、市民共同参画型社会の形成を目指して紀の川祭りからサマーボールに移行したわけなんですけども、市民共同参画型の社会を目指す祭りになっていますか。はっきり聞きたいです。シティセールス推進課長。シティセールス推進課長。はい、お答えします。紀の川祭りの時ですけども、もともと敵屋っていう言葉はいいかどうかちょっと分からないんですけども、そういう民間の方が入ってきて、露天商を やったと、そういうところから、長年、紀の川祭りというのをやっておられたみたいなんですけども、その中で、継続してやっていく中で、結局その露天商さんが、一人儲けて帰る。でその中で、警備費が700万800万って重んでくる、そういうところで何のためのお祭りなよというところから、変わっていった中継化を私もちょっと聞いたことがございます。ということで今は当然市民参加型の市民祭りということでやらせていただいております。その中ではやはりその商工会議所の青年部、商工会の青年部が主体となって、私どもも事務局の中に人員加えていただいて、現状やらせていただいております。その中でやはりそのブースについても、企画運営についても、今年は特に学生さんにも入っていただきまして、浴衣のコンテストであったり、そういうところの市民参画型でやらせていただいております。今後も当然企画運営につきましては学生さんにも もっと入ってきていただいてやっていきたいと思っておりますので、私としましては、ぼちぼちそういう形のものはできてきているのかなというふうには思っております。以上です。議長。はい、確かにそういうところはそうやと思います。ただその僕第1回目からの経緯もそうだし、もともとあれは総務委員会で、市民共同参画型社会の形成の、先進地視察に行った時に、お祭りを自分たちでも、予算がないので自分たちで作り上げていく祭りで成功している事例、ここにも講習来てもらったし、自分たちもそこで、講習させてもらったんですけども、それで、じゃあ市民共同参画型で祭りをやっていこうという形でやったんですけども、ちょっと残念なのはその敵屋さんをその民間に変えてとか、そういう部分はもちろん市民がどんどん共同に作っていく祭りにはなってるんやけども、でも一番のそのお金のかかる部分も市民でカバーして、人の人でお金をかからないようにしていこうっていう部分がまだ形成できてないから、お金が2400万ものお金がかかってしまっているという部分なんです。そこが実は一番しんどいところだし、そこを唱えたしないとこれから、サマーボールという祭りは続けられないっていう僕も感じています。いつまでも、市民の募金と税金とそして企業協賛金でやっていこうと思ったって、いつかそれが足らなくなった時に、じゃあまた赤字を出した時に一般会計から繰り出しして入れるんかっていう話になって本末転倒になりますんで、やはりお金をかかっている部分をみんなで汗かいて、お金を圧縮していきましょうよっていう部分に立ち返らないといけないと思いますんで、その辺の認識っていうのはもう一度、一番最初に立ち上げた理由をもう一度考えて、今後のことについては考えていかないとこれからちょっとしんどくなるんじゃないかなと思いますんで、どうぞその辺はもう一度、きっちりとみんなで、もちろん理解も考えていかなあかんので、皆さんみんなで考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。もう一度皆さん、聞いてくださいました。はい。それでは、辻元、すみません、副議長。はい、今、議長が言われたんですけども、我々がもともと思っていたことと全く違う方向に進んでしまうと。で、市長曰く、観光のいらないと言われるんであれば、もうそっちの方向に行かないしゃない。市民共同なんて、はっきり言って観光の目玉、市長が言われている観光の目玉のサマーボールであれば、市民共同にはなってない。はっきり市民みんなが今のサマーボールを喜んでる人って、はっきり言って、いてないと思うんですよ。特にもう、もともと紀の川祭りをやっておった、その駅前周辺とか、橋本町の人なんて、はっきり言って近くにありながら、一個も喜んでない。いい祭りやと思ってない。その辺の認識が当局は全く持ってないというのがね、僕はその大きな問題だと思うんです。持ってなかったも市民共同中地方でも関係へんよと。ね。サマーボールが橋本市の観光の目玉で何個かかってもやる人はやりきったらいいんちゃいますか。どう違う
あるところでは市民共同で道路を自由に置きながらね、観光の目玉で金かかっても買えへんねんというんであれば、もうどっちかにもっぱーんと決めてしまうとええわけですわ。それだけの負担をしたらええわけ、市議は。それが被害取るかどうかは分かりませんよ。それでもそれだけの負担をしていくんやったら、株を持ったらええわけでしょ。市民に無理お願いせんでも。企業は、儲ける部分もあるし、まあね、ある程度企業の、まあ、宣伝といいますか、その辺もあるんで、ある程度協賛していただいたらかねんけど、市民は市民の祭りになってるのになってないのになんで協賛せないかんっていうふうに、今はなっとるわけよ。ね。だから、それをきちっともう割り切って、言ったらどうですか？本来の我々議会も勉強してきて、市民共同の祭りにしよう、そんなお金かからないようにしようよと。みんなで手作りでやろうかっていうことはひっくり返しされとるわけでしょ。黒川祭りからサマーボールに変更するの検討委員会で我々の意見というのはひっくり返されとるわけでしょ。だからその辺そっち割り切って言ったらどうですか。それが議会を通るかどうか分かりませんよ。予算上がってきた時に我々は基本的には反対なんやから、市民共同で手作りで市民の祭りにしようということで、勉強会をして、で向こうからも来ていただいていろいろやったわけでしょ。それに反する祭りになってきとるんやから、それの心を確保して割り切ってやってください。答弁は結構でございます。わかりありませんか。森内委員。はい、ページ数ですね、241ページ、2122の13節委託料の、地場産業振興センターの委託料、これはまあ変わらず、650万で1トンですけども、ちょっと気になることが、あります。というのは、ブランド推進室できて、下の、まあ、お土産物というかいろいろ橋本市の絵本ちょこちょこ置いてあって、レジがありますよね。だいたい年間何人ぐらい来てくれて、何本ぐらい売り上げあるのか、ブランド推進室は今平成29年で3年目になるので、平成27年と28年の売り上げ教えてください。はい、はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、下の地場産業振興センターの売り上げですけれども、平成27年 の地場産品の販売額として493万3567円ございました。で、昨年度28年度の地場産品の販売額が609万8922円ということで、27年度と比べますと116万5千ほど、増えております。以上です。答弁まで延べの人。はい、来場者数ですけれども、平成27年度が21,095人、昨年度28年度が20,858人ということで、まあ28年度で、まあ、200人ちょっとですね、少し減っておりますけれども、まあ、2万人以上の来場者をカウントしておるというところでございます。以上です。堀内委員。はい、ありがとうございます。増えてるっていうのは素晴らしいなっていうことと、ブランド推進さんと別の話なんですけど、気持ちええっていうか、1階のフロア商品売れとるようにあんまり思えれへんなんやけど、その置いてあるだけで商品紹介っていうから、よその、僕らもよく視察行くんで、よその観光案内所とかに比べると、すごく気持ちいいというか、愛想いいというか、まあまあ、品格のある方っていうかな、品のある女性が愛想いいというかね、だからそういうのはすごく評価すべきとこやと思うんで、いいとこに委託していい方雇ってるんだなって思います。ほんまにか嬉しいです。はい、で、あとはその売上29年度で、まあ横ばい、493万で、まあ、606万でちょっと、まあ、右肩上がっとる、まあ、たかだか2年なんで、また下がったり上がったりで、その売り上げをどうこう言うつもりは一切ないんですけども、ブランド推進室があの部屋に行って、まあ、一応市長がよく言うのが、3年でやっぱり何でも事業3年ぐらいせんと結果出てけんので分からへんのでっていう話なんですけども、このブランド品のこの販売に、1階のフロア使ってますけども、
まあ、売り上げが上がりゃいいんですけども、まあ、なんていうのかな、商品のその入れ替えとかね、ずっと同じものがあるという現実も2年間あるんです。そこの入れ替えとか、そういうなんかね、作っとる人とか出しいただいとる人に大変失礼な言い方ないけど、そのスクラップ&ビルドっていうのかな、そういうとこでの賞味期限も来たら当然入れ替えるのは当たり前なんですけども、賞味期限のないある程度ずっと飾りで埃かぶるようなもんってあるじゃないですか。あこら辺はその何重入れ替えであったりとか模様替えとかそういうのはお考えでないのか、そこちょっと教えてください。はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、この事業、指定管理事業で、まあ、小矢口商工会さんが、まあ、取って、やっていただいてまして、そういう、まあ、商工会も入った、打ち合わせなんかも、やっております。で、その際に、まあ、商品の入れ替えであったりとか、あるいは、まあ、お客さんに喜んでもらえるような展示であったりとか、そういうことを、まあ、測っていってくださいということで、まあ、我々の方からも言っておりますし、当然、まあ、商工会としても、まあ、商売人として売り上げを上げないといけないということで、そういうことをもう考えておりますけども、まあ、大幅な、このガラッと変えるっていうのがなかなか難しいですけども、部分部分では変えていっておりますので、引き続き、そういう意識を強く持って、運営していきたいというふうに思っております。以上です。はい、堀内委員。はい、すいません、ちょっと僕質問漏れたんですけど、あともう一個だけ聞きたいのが、その金額、まあ、28年で609万ということですけども、まあ、八丁寄ってってとかいろんな直売所でもそうやと思うんですけど、置くことによって、東京やったら有楽町のアンテナショップとか、まあ、一応行政が公金がね投入されとる施設なんで、この売上に対しての、その なんていうかな、利率っていうかな、商売代っていうかな、言葉悪いけど、どんだけ跳ねるかちょっと教えてください。どれだけの純利益とか、はい、マージン、マージンですね。はい、すいません、下品なもので申し訳ないです。はい、はい、ブランド推進室長。ブランド推進室長。はい、販売の委託料としては、レジで 15% を取っていただくという形にしております。はい、それが、まあ、マージンといいますか。はい、こちらです。はい、結構です。他にありませんか。はい、それでは内容ですので、商工費を終わります。この際2時30分まで休憩いたします。